さあ皆様ご機嫌いかがでしょうか。はい、いらっしゃいくださりありがとうございます。さあでは今日もね、早速ありがとうストレッチ始めてまいりましょう。おー、はーい。さあありがとうストレッチはね、この愛してる大好きありがとうの言葉を言いながらストレッチいたします。これをするとですね、すっごい体が緩みますですのでこちらやっていきたいと思います。さあちょっとシスターのね、こちらも追加になりましたよ。ひろみの日の字、先に言っときましょう。ひろみの日の字、いいですビデオ上映会ボリューム1、3月26日土曜日14時18時でございますよ。私のですね、あのビデオ放映いたします。ぜひご覧いただきたいと思います。後で待っています。あ、はい、おはようございます。花さんありがとうございます。さあでは早速始めてまいりましょう。まずはですね、いつものようにビフォアアフターのチェックをしますので、ビフォアをチェックしましょう。はい、ではこちら足を長座ポジションにしていただいて、両手両足、両手を足の方にグッと持っていって、どの辺かなっていうのをチェックしてください。まあね、ちょっと遠い人とかね、近い人とかいると思います。はい、そしてあとご自分の背中の張り具合とか、ももの下の張り具合や膝下の張り具合をちょっと覚えておいてください。はい、ちょっとちっちゃく、はい、膝の後ろをですね、あのやる前はこう、ちょっと床から離れてたりとかねします。あとももの張り具合もちょっとね丸い感じだったりしますけど、これがダランとなったり、膝上がベタッとついてきたりとかねしますんで、その変化を感じてみてください。はい、では早速いきましょう。左足さんの上に右足さんを乗っけます。指先を縦横に開いて縦に振る動きからいきます。で、愛してる大好きありがとう2回言うと8カウント。これを言いながらやります。ではいきましょう。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、お隣の指どうぞ。愛してる大好きありがとう。元気に言ってありがとう。はい、お隣、せーの。ボディも使ってありがとう。愛してる大好きありがとう。指を動かして、あのね、足の指を動かしてるけど、なんかボディもね動かしながら、はい、横、隣、せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、では指を今度この5本の指に、手の指を反対の手と足で握手。はい、では足の甲をお持ちいただいて、こうですね、結構上の方で、指先、つま先だけ動か、ねじります。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。はい、ではこの足の土踏まずあたりを持っていきます。はい、伸びしろたっぷりと見せておきましょう。はい、では行きましょう。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔だよね。はい、では今度くるぶしさんをお持ちいただいて、足先を振ります。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。上下、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。お膝さんちょっと上げていただいていいので、真下でも全然 OK です。ボディごとこの足先を回します。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。反対回し。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔だよね。はい、では足先取ります。足先だけ手で振ってください。足振り、せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。はい、では足だけ振り、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、ではこの足さんですね、右足さんのふくらはぎさんが床につくように下ろします。ふくらはぎさんをほぐします。体重乗っけてぐいぐい揉みほぐしてください。これきゅうりの塩もみストレッチ。体重乗せますよ。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き継続は力なり。はい、ありがとうございます。膝のちょっと上、膝のちょっと上のちょっと内側、結界さんゴリゴリ、せーの。愛してる大好き、ここをほぐしてください。ありがとう。ちょっと痛い。愛してる大好きナイス。では内ももさん全体です。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。そしたらお膝を立てまして、ふくらはぎさんの外側、反
らの外側いきます。ちょっとひっくり返して、いや足は一緒です。右足、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、お膝さん立てます。ふくらはぎ下から押します。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。膝の下ゴリゴリを、この骨をゴリゴリ押します。膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。膝のちょっと上です。膝よりちょっと上、膝上ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。膝周りゴリゴリ、せーの、愛してる、お皿さんの周り、愛してる、大好き、ありがとう、ナイスです。はい、ではこの膝さんを伸ばして、もも上グイグイ、はい、肘でもいいし手でもいいしグーでもいいです。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、よくほぐしてね、笑顔でね、ナイス。はい、この笑顔重要。そしたらこのつま先さん、お膝さんを内側に入れます。そうするとももの横さんが出てきますので、そこをほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、いいです。笑顔重要。あ、合わせと愛してる、ここ念入りに、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、そしたらももの横になったまま、反対足の左足をくるぶしを右足のもも上、もも横のにね、乗っけます。で、こうしごく、くるぶししごき、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、盛大に、愛してる、大好き、笑顔でワンワンセット、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔で、愛してる、大好き、ナイス。おー、いいです。はい、ではこのお膝さん立てます。もも裏さんをぐさっと刺して揺する、もも裏揺さしゃ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、内もも揺さしゃ。がっつり掴んで揺する、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう。はい、もも外揺さしゃ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、もう外を掴んでます。愛してる、大好き、ありがとう、ナイス。はい、では、膝裏グイグイ、膝裏に指を刺してグイグイ動かします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では背筋を伸ばして膝下をブラブラさせます。膝下ブラブラ、膝に今手をぐさっと入れております。そのまま、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ちょっとずらします。下に、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ちょっとまたずらします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、ナイスです。はい、ではこの足を横に置いてマーメイド座り、これあれですね、人魚さん、人魚さんの座り方、横座りでございます。はい、右足さんの腰骨に手を当てて、そこを両方の手を当てたら、スッと落とした大腿骨と股関節さん、骨盤さんの隙間を開ける。せーの、愛してる、大好き、春ですね。はい、愛してる、大好き、春が来ましたね。もう愛してる、大好き、ありがとう、暖かくていいですね。はい、ありがとう、ナイス。はい、では骨盤転がし、背筋を伸ばします。右手、左手さんを左のお膝の外、右手さんを右のお尻っぺた、右の腰骨さんを左のお膝さんの方に持っていく。骨盤を転がします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。おへその方向はしっかり変わってますよ。下向き、上向き、下向き、上向き、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう。おへそがね、しっかり下向くのと天井向きとやりました。ここもね、背筋さんを動かしてやります。はい、では背筋を伸ばして、今度ご自分のボディの軸がね、まっすぐになる感じで、左手さんは左の腰の横に置いてぐさっとカップハンズカップハンズ、はい、そして腰骨と肩と背筋を伸ばして腰をねじります。せーの、愛してる、大好き、骨盤ねじり、はい、愛してる、大好き、ワンモアエイト、愛してる、大好き、腰と肘と肩動いてますよ、愛してる、大好き、ナイスです、いいです、ナイス。
はい、ではこれで片足終了でございます。どうでしょうか、ご自分の感じ。はい、ではチェックタイム。はい、足先さん、右足さんの足先さんがね、伸びた感じがするといいと思います。あ、足先さん、足全体、あの膝の下の隙間とかチェックして。はい、では右手さん、上です。チェックタイム。おー、だいぶ背中が落ちましたよ、私。はい、では左手さん、左手さんだとまだ背中はこのぐらいの感じ、右手さんはこのぐらい、だいぶいくね。はい、ということでいいです。ではちょっと休憩、どうでしょう、ご自分の足の変化ございましたでしょうか。水分も取ってください。シスターね、あのちょっと右左脇腹さんを負傷いたしましたけども、だいぶ治ってきました、おかげさまでまだちょっとね、まだちょっとあるんですけど、でもいいです、でもいいですよ、全然いいです。さあ、ご自分のボディの変化いかがでしょうか。あのストレッチですね、ボディを動かすとリンパ酸が流れますので、リンパ酸が流れるとExcuse me、リンパ酸が流れると老廃物がね、ボディの外に出たがります。で、すごい伸びました、ハンナさん、よかったです、ありがとうございます、素晴らしい。あのすっごいリンパ酸が流れるとデトックスになって老廃物を押し出します。あのね、ボディの中ってね、何でもね入ってくるんですよ、いろんなものをお食べになったりね、絶対入ってくるんです。いろいろよろしくないものも入ってくる。で、入ってきてもいいんですよ、出せればいいんです出すのが重要、溜め込まないで出す、出すためにはリンパ酸が動かなきゃいけない。リンパ酸を動かすためにボディを動かすことが重要なわけですね。で、ボディを動かすと、あの運動もそうだしストレッチもそうだしね、ですから、あのストレッチ後にはお出汁、たくさんお出汁になれるように、いつも水分をお取りながら、あのお取りになりながら、ストレッチ前もお飲みになって、後もお飲みになってください。リンパさんはね、血液の下水道、下水道がね、滞ったら嫌でしょ。はい、リンパさんを動かすようにストレッチも行きましょう。はい、では左足さん行ってみよう。おー、はい、では左足もう一回チェックしていただいて、そうそうそうなんです、リンパさんがさ、下水道だっていうことが分かると、いや、滞るの嫌だなっていう気がしますよ。はい、左足さん、はい、どうぞ、こんな感じね。で、右足さん、こんな感じ。はい、では左足さんを右足の上に乗っけます。そして指をぐいっと開いて振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣、はい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、シスター反対向き、お隣、はい、反対向きしました、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では指をぐさっと刺します。伸びしろたっぷりさん、こっち側に来ていただいて、はい、では足の甲をお持ちいただいて、足先を動かします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、足のスティフマンズの下あたりを反対の手で持ちます。同じ手か、左足さんの左手で持つ、で、右足さんをねじる、せーの、右手でねじる、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではくるぶしさんをがっつりお持ちいただいて、足先を振る、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではちょっと回します。お膝持ち上げてもいいです。せーの、愛してる、ボディごと、あ、大好き、ありがとう、はい、愛してる、大好き、ありがとう、反対回し、愛してる、大好き、ボディ盛大に使ってください。はい、愛してる、大好き、笑顔でね、ナイス。はい、では指をぐさっと取っていただいて、くるぶしさんを持って足を振ります。せーの、愛してる、大好き、ゆすってください、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、足の力がね、脱力してるのがいいですよ。はい、では足先振り、せーの、愛してる、大好き、足だけ振り、ありがとう、愛してる、大好き、左右愛してる、大好き、ありがとう、
愛してる大好き笑顔でね、この手をね持たずに、できる方は持たずにってやっていただいて、シスター、ちょっとまだ脇腹にしますね。背筋を伸ばして両手両足振り、はい、ボディを倒したら足を持ち上げて手も持ち上げて振ります。皆さん盛大にどうぞ。せーの、愛してる大好き、両手両足ですよ。ちょっと支えてます。ありがとう。ワンマンセットチャレンジタイム。ありがとう。愛してる大好き、はい、キープ V の字。ちょっと両手でできませんはい、皆さんできましたでしょうか。ちょっと、はい、ありがとうございますナイス。いや、ほんとね、脇さんもね、いろんな時に使ってるってことが分かりますね。あの、負傷すると。はい。では、左足のふくらはぎさん、下が向きで、キュウリの足をもみ、体重乗っけて、せーの、愛してる、大好き。これ、くるぶしさんあたりもね、体重乗っけてほぐしていいですよ。大好き。ありがとう。はい、膝のちょっと上、キッカイさん、せーの、愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、今膝の、ももの内側さん、もも内、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、お膝を立てて、ふくらはぎ裏側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、膝のちょっと下、膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。声出して、膝のちょっと上、膝上ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。膝の周りゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。はい、では膝さんを伸ばして、ももの上さんですね、グーでも肘でもパーでもいいです。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。つま先がちょっと揺れる感じで、大好き、ありがとう。ももは愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔だよね。はい、ではつま先、お膝さんを内側に入れます。あれ、この足反対側やった。ちょっと待って、右足さんと左足さんにして、このふくらはぎ外側お願いします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。ちょっと順番逆で、愛してる、大好き、いいですね。はい、ありがとうございます。ではつま先さんを内側にして、右足さんのお膝をね、前に今来ております。はい、ではつま先さんを内側で、もも横です。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンマンセット、ここ寝入り、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。ナイスです。はい、ではこの足をどうするんですか。ちょっとだけ立てる、膝立てます。はい、ふくら、もも裏、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。ちょっと順番来ると間違えちゃうね。大好き、ありがとう。はい、もも内側、愛してる、大好き、間違えてもいいです。愛してる、大好き、ありがとう。もも外、愛してる、大好き、ありがとう。笑顔でね。愛してる、大好き、ナイス。膝下ゴリゴリ、グイグイ、せーの、愛してる、大好き、膝裏をやってます。愛してる、大好き、ありがとう。はい、背筋を伸ばして、膝下ブラブラ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ちょっと下にずらして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ちょっと下にずらして、せーの、愛してる、大好き、背筋を伸ばして、愛してる、大好き、ナイス。いいですよ、2人です。はい、ではこの左足さんを後ろに置いて、右足さんを前に置いて、マーメイド座りでございます。で、左の腰骨さんに手を当てたら、体重をグッとかけて、もも横グイグイ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で上回せと、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。ナイス。背筋を伸ばします。骨盤転がし、右足のお膝の手を右外、はい、左足の手のお尻の後ろで、骨盤を転がすように動かします。おへその方向が床面と天井側、後ろに行った時は背中を丸めます。せーの、後ろから行きましょう。愛してる、大好き、ありがとう。
愛してる、皆さん盛大に動かして、ママは愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、笑顔重要ですよ。はい、では背筋を伸ばして骨盤ねじりでございます。はい、右手さんを右の腰の横、左手さんを左腰、肘、肩を大きく回すように使ってください。肘だけじゃないですよ、腰ごと、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、下脇腹が痛いので皆さん盛大に、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。やっぱさすがにこの動きはちょっと腹斜筋さん使ってね。はい、では背筋を伸ばしました。両足骨盤転がしいってみましょう。はい、では最後ですよ、これマットを畳んでいただいて背筋を伸ばして、この座骨さんを守ります。足は肩幅ぐらい、背筋を伸ばします。そしたらおへそを丸めて、おへそを見る、今これおへそ天井側、はい、背筋を伸ばし、前に行った時はおへそが床側にぐっと来てる感じ。はい、では行きましょう、せーの、愛してる、大好き、皆さん盛大に、愛してる、大好き、シスターちょっとゆるゆる、あ、ゆるゆるでもいいんですよ、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、背筋を伸ばします。そしたらクイック、骨盤だけ、さあ皆さん盛大にいきますよ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、シスターゆるゆるです、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、いいです、できました。いいですか。はい、ありがとうございます。はい、ということで骨盤両方側終了しました。イエーイ、頑張った自分とみんなに拍手ありがとうございます。はい、ではチェックタイムでございます。足を伸ばします。いやー、びっくりしますね。はい、左手、おー、いいですね。はい、落ちました背中の内、右手いいです。膝裏さんも設置、床面についてきました。はい、もも裏さんもベタっとなってきました。素晴らしい、ありがとうございます。さあ、ではボディの感じ、変化がありましたでしょうか。今日のありがとうストレッチここまでになりますが、ボディの変化あったら書いてみてくださいね。いやー、本当あのシスターね、脇腹さんね、徐々に良くなってます。な、別に戦ったわけじゃないんですけど、自分のさ、左かかとが左脇腹に入ったんだよね。自分それでちょっと具合を悪くしました。ではシスターの告知タイム行ってみましょう。ですから自業自得ってやつです。はい、ではシスターのオンパンプラス2さんはですね、3月6日までやってます。6日までまだご覧になれますので、ぜひ見逃した方はぜひ見てください。こちら本当に豪華メンバーがね揃いまして、すごいもう歴史に残るライブが出来上がりましたよ、公演でございました。3月2日まで感激三昧ライブさんの方でご覧いただきます。シスターのチケットさんをぜひ購入いただければ、どっちかっていうとね、17時の方をご覧ください。おすすめです。はい、そして2つ目シスター、じゃじゃーん、素晴らしいシスターのですね、ひろみの日の字いいです、ビデオ上映会ボリューム1、ひろみの日の字、3月26日土曜日2時と6時、この公演はですね、シスターが東京マイムカレー、研究所って並木隆夫先生のもとで私がパントマイムをな学んでいた時に、卒業公演、終了公演がありまして、その映像、まあ5年ぐらい前の話ですけどね。50年前ぐらいの話ですけど、本当に何ですか、今も若いけど若々しいシスターがね、張り切ってやっておりますので、ぜひご覧ください。で、並木坂尾先生のコメントなんかもちょこっと入ってたりとかねするはずでございます。何しろ飲み会の映像が全部残ってました。その卒業式があって飲み会やるんですけど、それがずっと録画されてたという奇跡的なライブでございますので、ぜひこれ楽しみにしてください。春ね、もう桜が咲いてる頃かな、26日土曜日です。はい、ではこちらもよろしくお願いします。ということで、今日もありがとうストレッチ、愛してる、大好き、ありがとうの言葉を合言葉に一日楽しくお過ごしください。ありがとうございます。さあ、お大事にって大丈夫です。花さん、ありがとうございます。はい、では良い一日をお過ごしください。ごきげんよう。ハバナイスで、今日ね暖かくなるからね、私はもうすでに朝から盛り上がっております。はい、ごきげんよう、ハバナイスで、チャオ、バイバイ。